おはようございます。パーソナルトレーナーの日高康夫です。今日は背中のトレーニングをご紹介します。背中ってなかなか自分では見れないじゃないですか。でも他人からはめちゃくちゃ見られているところです。背中に筋肉がつくと3つのメリットがあります。1つ、褐色脂肪細胞が活性化されて脂肪が燃焼されやすい体になります。そして2つ、猫背が改善されます。そして3つ、背中のワイヤドレスを堂々と着こなすことができるようになります。今日は自宅でも簡単に行える背中のトレーニングをご紹介したいと思います。はい、それではやってみます。今日はですね、ゴムのチューブを使います。何でもいいです。伸び縮みするものがあれば何でもいいんですが、これをまずは柱に引っ掛けます。猫背にならないように骨盤を前傾します。お腹をなるべく伸ばしておきます。伸ばしておいて肘を後ろに引きます。引くんですが、ポイントはですね、肘を曲げる前に肩甲骨をまず寄せます。肩甲骨を寄せて、その後に肘を曲げる。これが背中を縮めるポイントになります。それではいきますね。12回いきます。あ、せーの、1、2、3、2、3、3、2、3、最初の肩甲骨を寄せてから肘を4、5、6、7、8、9、10、あと2回います。日常生活で背中使うことってほとんどないじゃないですか。やっぱり背中は意識して鍛えないと必ずたるんで緩んでいきます。はい、それでは2セット目いきます。2セット目はさっきよりも少しだけ運動の強度を上げます。まずゴムチューブの真ん中を片足で踏んで、なるべく骨盤を出したままお腹を伸ばして、関節から肩を曲げていきます。できればね、床と平行ぐらいまでできます。ちょっときつい人はこのぐらいでも全然という人は折れます。今は折り入れるところまで折ります。そしてこのまま肩甲骨を寄せてから肘を、これを上で3秒キープを12回行っていきます。いきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、あと2回、1、2、3、ラスト、この姿勢になると背中も締まるし、ゴムの裏側からお尻にかけてもものすごく効きます。なので体の背面全体が綺麗なラインを作ることができます。はい、お疲れ様でした。私たちは一日を通して鏡を見ます。でも私たちが本当に見なきゃいけないのは自分の後ろ姿なのかもしれません。美しい人はもしかしたら後ろ姿の美しさを意識しているのかもしれません。本日は以上になります。ありがとうございました。